機上回線、シャトルバス系1 0 0 0系4 0 0 0機上回線、シャトルバスは、香港鉄路有限講師が特定の機上回線の乗客に提供していた無料シャトルバスサービスである。シャトルバスは、タイユタカ遊覧車が運営しており、機上回線の列車と同じ塗装を施されていた。2020年6月30日限りで廃止された。 香港地下鉄は、機場回線の運営開始後から、シャトルバスのサービスを、香港国際空港から、まで往復する乗客の便宜を図って提供している。最初からは、機場回線沿線の駅発のバスは、乗車時は必ず次の照明や発達通りカードを、提示しなければならないが、駅方面の場合は誰でも乗れるような状況であった。しかし、運輸所がおとり捜査を行って、 上記の違法行為に気がついたため、2006年11月6日からは、もっと厳しい規則を設けることを余儀なくされる。駅発のバスへの乗車時は、機上回線の登場記録の、ある発達通りカードだけを持つ場合でも、乗車不可。その一方で企業のバスは、さらなる厳格な点検で機上回線の駅で、乗車券を購入しようとする、または空港へ遊ぶための一般市民の乗車を、 禁止している。2016年、法律の変更により、団体等条件や機場駅へを往復する乗車記録の、ある発達通りカードでの登場は許され始めたが、香港国際空港関係者発達通りカードや、アジアワールドエキスポニュー条件を持つものは、登場不可になった。2020年、新型コロナウイルス流行の影響で、香港への入居旅客が激減したことをきっかけに、 四月十日よりサービスが一時休止され、六月三十日に正式廃止され、二十二年間の歴史を閉じた。機上回線、シャトルバスは、主として機上回線の乗客と、機上回線香港駅と急流駅その周辺のホテルや乗り換え駅を対象とする。法律の制限により、乗車時は次のいずれかを提示することが要求されている、市内の駅から乗車し、 かつ、上記のいずれかの乗車券で、シャトルバスに登場する場合は、あらかじめ乗り場で、その乗車券で、バス乗車券を受け取ることが必要である。バス乗車時、バス乗車券を関係人に提示すると乗車することができる。その時バス乗車券は回収される。機上回線無料、シャトルバスは、香港駅往復の2路線と急流駅往復の5路線を、運営していた。 ありがとうございます。